この百貨店が今後どうなるのか気になります。さあ、ここは東京都豊島区の池袋駅です。この池袋駅には JR 山手線、埼京線、湘南新宿ライン、東武東上線、西武池袋線、地下鉄丸の内線、地下鉄有楽町線、地下鉄副都心線が乗り入れしています。さあ、今回はこの池袋駅から東飯能駅を目指します。ゴールデンおバカ乗車ウィーク後半の2本は、今までやってこなかった通常は私鉄で行く区間を JR 線で移動するおバカ乗車をやっていきたいと思います。今回も最後までよろしくお願いします。さて、この池袋から東飯能までは通常は西武池袋線を利用します。この区間は距離は 45km とかなり長い区間です。また池袋からは直通電車の運転はありません。最低でも飯能では乗り換えが必須となっています。ただ所要時間は特急を使っていけば45分ぐらいです。またつながるルートは毎時2本程度あります。運賃は520円です。また飯能から東飯能までは徒歩10分くらいとなっており、接続がなければ歩くのもありでしょう。飯能までは毎時6本が走っています。しかし今回はそんな西武線は使わずに、こちらの JR 線で向かいます。 JR 線も池袋駅と東飯能駅を通っており、めちゃくちゃ遠回りになりますが、両区間を移動することが可能です。ということで今回は池袋から東飯能をJR 線で移動するおバカ乗車、この区間を JR 線で行くとルートはどうなり、所要時間、また本数、運賃はどうなっているのでしょうか。ということで今日最初に乗る電車はこちら、池袋駅19時ちょうど発快速川越行きです。池袋から東飯能までの JR 線ルートはいくつかありますが、今回は埼京線川越線ルートで向かいます。ということでまずは川越に向かいます。この最初に乗る埼京線は1日中快速運転を行っており、平日の朝夜は通勤快速も走っています。本数は毎時3本の運転です。朝夜は加えて各駅停車の川越駅も走っています。ただこの時点で本数は西武の半分となるようです。さあ、奥から電車がやってきました。こちらが今日最初に乗る埼京線の快速川越行きです。臨海線の新木橋発の電車で、今日は E233 系10両編成での運転でした。この電車の始発駅新木場駅といえば有楽町線も乗り入れしています。西武線では有楽町線発としても飯能行きが運転されています。また臨海線で新木場から池袋を移動しようとすると有楽町線以上に時間がかかります。何かと遠回りになる JR ルートです。では乗っていきましょう。池袋駅を発車、池袋から東飯能を JR 線で移動するおバカ乗車の旅がスタートしました。さあ、今回はこの区間を JR 線で移動すると所要時間はどれくらいとなり、運賃はいくらとなるのか見ていきたいと思います。また池袋駅を発車して西武線は南側に向かっていますが、埼京線は北側に進路を進めています。今回はどこに進んでいくか、またこの先の乗り換え先での本数にも注目です。まずはこの電車で終点の川越まで向かいましょう。終点の川越までの所要時間は54分、この時点で西武線ルートの所要時間を超えています。また川越までならそもそも東武線の方が早いでしょう。ただ JR 線も快速電車ですので通過運転を行います。この先は赤羽までの各駅と戸田公園、武蔵浦と武蔵浦から先の各駅に止まっていきます。電車は池袋駅を発車したら北区内の2駅に止まっていきます。また景色を見ると池袋駅の電流線が広がっています。埼京線は朝の時間帯にはこの車庫から出庫した電車が走っているそうです。さて、池袋発車から3分、電車は間もなく板橋に到着します。この駅は板橋区と北区、また豊島区にも挟まる場所に位置しています。なお住所は北区となるようです。1日の乗客数は約2万7000人、池袋アクセスも良いですが、一方で家賃は安いため利用者は多くなっています。
またこの駅はかつては貨物駅で貨物も扱っていたそうですが、現在は廃止され跡地は流通線となりました。駅周辺には三田線の新板橋、東武線の下板橋駅もあります。川越へ急ぐならここまでなら東武線に乗り換えすることが可能です。そして電車は赤羽を発車。この駅は京浜東北線、宇都宮線、高崎線、また湘南新宿ラインの合流駅となっています。湘南新宿ラインは池袋から赤羽までをノンストップしていますが、遠回りであるため所要時間的には埼京線の方が早いようです。実際に奥のホームに停まっている湘南新宿ラインは、池袋駅はこの電車より先に出発していますが、赤羽駅の到着は同じくらいとなっていました。そしてここから先残り4路線は同じルートで大宮に向かいます。しかし埼京線だけは別ルートです。またこの先の区間は快速運転がスタートします。次は戸田公園に止まります。途中は北赤羽、浮間区などの2駅を通過します。なお電車は池袋駅時点で少々遅れて発車しています。この先快速区間での回復運転に期待が高まります。さあ電車はかなりハイスピードで走っています。埼京線の最高速度は100キロ。この区間は線形も良いためスピードも出しやすいのでしょう。さあこちらは最初の通過駅、北赤羽を通過。この駅は北区内の途中駅。1日の乗客数は約1万5000人です。近年は都心下駅で増加傾向にあります。快速通過駅だからといって利用者が減っているわけではないようです。この駅周辺には近年もマンション建設が進んでおり、景色を見ると一軒家もたくさん見られますが、一方で駅周辺にはマンションがたくさん集まっていました。そして電車は遅れ回復のため何度も加速を繰り返しながら走っています。さあこちらは浮間舟渡を通過します。この駅も各駅停車のみが停車の駅。1日の乗客数は約1万8000人で、北赤羽より少し多くなっています。またこの駅は北区最北端の駅となっており、 JR では都内最北端に位置しています。京浜東北線は赤羽の次はすぐに埼玉県に入って川口に停まります。一方の埼京線は埼玉県に入るまで途中2駅も通っていくようです。さあ電車はこの辺りで荒川を横断します。ここで東京都を抜けて埼玉県に入ります。今回このルートは西武線で行くよりも早い埼玉県入りとなっていました。これは進む方向が違うことが原因です。西武線は路線名の通り池袋を出るとしばらく西の方向に向かって、その後少しずつ北上しています。埼玉県に入るのは所沢駅から先となるようです。一方の埼京線は一気に北上しています。東京都は縦に短い形をしているためすぐに埼玉県に入ってしまうようです。さて池袋発車から13分、ポイント通過のために少し速度が落ちています。電車は間もなく戸田公園に到着します。この駅は快速までが停車の駅です。平日朝夜に運転されている通勤快速は通過の駅となっています。またこの駅は戸田市の中心駅であり、市役所は最寄りではないですが居住者は一番多くなっています。実際に1日の乗客数は約2万8000人で、これは通勤快速の通過駅の中では一番多いそうです。ホームは通過線付きの対比可能駅になっていますが、この構造が原因で埼京線の快速は追い抜きゼロとなっています。特に土休日は通勤快速の運転がないため通過線は使用されていません。戸田公園の次は武蔵浦和に停まります。途中は戸田、北戸田の2駅を通過します。電車は残念ながらまだ遅れているようです。そのためハイスピードで走っています。さあこちらは戸田を通過。この駅は戸谷市役所の最寄り駅。1日の乗客数は約1万8000人です。各駅停車のみ停車の駅は大体利用者は同じとなっていました。またこの戸田駅から東飯能を目指す場合は池袋乗り換えの西武線ルートもありますが、また別のルートもあります。この後ご紹介します。電車は武蔵浦を発車。この駅は通勤快速も停車の駅。通勤快速は赤羽から大宮まで途中武蔵浦にしか止まっていません。そのため所要時間は
大きく短くなっています。そしてこの駅は JR 武蔵野線も乗り入れしています。そのため1日の乗客数は約4万3000人でかなり多くなっています。なお武蔵野線は新秋津駅を通っています。この新秋津駅は西武池袋線との成田駅です。そう、武蔵浦和や戸田駅から東安納に行く場合、新秋津まで武蔵野線を利用して、その先秋津から西武池袋線のルートを使うこともできるようです。さあ電車はここから先は各駅に停まります。埼京線の快速電車は通過駅はたった4駅しかなく、また戸田公園の構造の関係で追い抜きもありません。ちょっと快速としては弱いでしょう。西武線なら特急は池袋から飯能まで通過運転を行っており、急行でも所沢まで通過運転を行っています。埼京線はこのような通過駅の少なさも所要時間が余計にかかる原因となっているようです。さて池袋発車から25分、電車はまもなく与野本町に到着します。この駅は快速が大宮まで通過運転をしていた時の唯一の停車駅です。1日の乗客数は約1万2000人で、近年も増加傾向ですが、各駅停車のみ停車の駅より少なくなっています。ただ駅北側にはさいたま市中央区役所など行政公共サービス機関が多く集まっているそうです。京浜東北線の与野駅までは 1km くらいのところにあります。電車は大宮を発車、この駅はさいたま市、また市を越えて埼玉県の中心駅です。鉄道の街と呼ばれている通り、宇都宮線、高崎線、埼京線、京浜東北線、川越線、東武アーバンパークライン、ニューシャトルと多くの路線が乗り入れしています。1日の乗客数は約20万人です。西武線のターミナル駅所沢駅は乗降客数で約8万6000人となっています。西武線と JR で規模が全然違うようです。さて電車はここからは川越線に入ります。西武線ルートなら路線名は変わりませんが、今回 JR 線ですと複数路線通っていくことになるようです。また川越線は全電車が各駅に停まっています。また本数は毎時3本です。なお大宮までなら湘南新宿ラインも含めてたくさんの電車が走っていますが、川越線は少なめとなっています。なお大宮を越えるとさすがに東安納までは今回のルートが早くなるようです。さて今回は久しぶりの川越線の乗車ということで、川越線の途中駅を川越まではご紹介します。ということで池袋発車から35分、電車はまもなく日進に到着します。この駅は埼玉市内に位置しており、1日の乗客数は約1万1000人です。これは乗降客数にすると2万人くらいとなります。西武線で2万人くらいの利用者数を持つ駅は小手指駅の先にある狭山ヶ丘駅となります。ただ狭山ヶ丘駅は本数は毎時6本であり、ここは川越線の本数の少なさが目立っているでしょう。なおここまでは川越線は複線区間となっています。しかしこの先は単線区間です。川越線は単線区間も運行のネックとなっています。電車は隣の西大宮を発車、埼玉市内には大宮の筑駅が何駅かあります。そのうち JR 線には東大宮、西大宮の2駅がありますが、両方大宮駅の隣にはなく、宇都宮線は戸呂駅が間に挟まっています。一方野田線の北大宮駅はちゃんと大宮駅の隣に位置しているようです。なおこの西大宮駅は埼玉市内に位置しており、1日の乗客数は約1万300人となっています。1万人を超えていても本数は毎時3本、正直これは利用実態には合っていないでしょう。車内もまあまあ人が乗っていました。なおこの駅は交換可能駅となっており、反対の電車と交換を行いました。この電車は遅れていましたが、この停車時間削減によってほぼ定刻通り走っています。そしてその隣の駅が差し扇駅です。この駅も埼玉市内の駅となっています。埼玉市は大宮市、浦和市、与野市が合併して誕生した自治体であり、開業時は大宮市内に位置していたことになります。なおこの駅の1日の乗客数は約8700人、大宮を離れていくにつれて少しずつ利用者は減っています。ホームは2面2線の交換可能駅です。
川越線は、川越までは炭鉱のホームはありません。なおこの駅は朝に当駅始発が運転されています。最長海老名まで向かうそうです。電車は南フレアを発車。この駅は1940年に開業しました。そう、川越線は埼京線と一体となって運転されていますが、実は開業は埼京線より早かったそうです。これは昔は非電化路線で運転は単独で行っていました。しかし現在は電化されて都心直通を行っています。なおこの大宮から川越までは昔は西武線も通っていたそうです。しかし利用者が少なく大昔に廃線となりました。なおこの南古谷駅は川越車両センターが併設されており、川越線の運転拠点の一つとなっています。1日の乗客数は約6900人で少なめですが、近年も増加傾向にあるそうです。さて池袋発車から54分、電車は間もなく終点の川越に到着します。この駅は川越市の中心駅。1日の乗客数は約3万1000人で、他の駅より圧倒的に多くなっています。またこの駅は東武東上線との乗り換え駅でもあります。池袋から川越までは東上線の川越特急を使いますと25分くらいで着いてしまいます。川越まででも JR 線は2倍近くかかっているようです。またこの駅は川越線の運転拠点になる駅です。新宿方面から来る電車はここまでの運転となっています。朝の南古谷発着を除いてここで乗り換えが必須です。ただ乗り換えという面では西武線の飯能駅も同じでしょう。特急も急行でも飯能で乗り換えとなっています。ただここまでの所要時間ですでに東飯能には着いてしまっています。 JR 線ルートですといつ東飯能に着くのでしょうか。さて川越からも引き続き川越線に乗車します。今度乗るのは川越駅20時ちょうど発八高線直通八王子行きです。川越線の川越から駒川までの区間は利用者が少ないため本数も減少します。日中は毎時2本でだいたい30分間隔での運転です。大宮から川越までが20分間隔であるため接続が噛み合わず待ち時間が長いこともあります。ただ今回は乗り換えはスムーズとなっていました。また朝夜は20分間隔に本数が増えて乗り換えしやすくもなります。また西武線の飯能駅でも同じことが言えますが、最悪東飯能までは歩いてつけてしまいます。一方 JR 線は待つしかありません。そして今回乗る電車はすでに停車しています。こちらが次に乗る八高線直通の各駅停車八王子行きです。車両は E231系 4両編成での運転でした。この川越から先はワンマン運転が行われています。西武線も飯能から先は一部電車を除きワンマン運転が行われています。どうやら東飯能まで行く場合はワンマン運転の電車に乗ることは同じなようです。車内は空席も見慣れるくらい空いています。では早速乗っていきましょう。川越駅を発車、最後この電車で目的地の東飯能まで向かいます。東飯能までの所要時間は28分です。西武線の飯能から東飯能まではそもそも歩ける距離であることから非常に短く1分くらいで着いてしまいます。このように途中駅で乗り換えした後の所要時間も全然違うようです。また川越から先も引き続き各駅に停まっていきます。電車は川越駅を発車したら東上線と並行し、その後川越線独自の区間に入っていきます。また景色は真っ暗でちょっと見づらいですが、この川越から先で西武新宿線とまたぐ区間があります。西武新宿線は川越駅と東上線の川越市駅の間に本川越駅があります。ただ本川越から東飯能まで行く場合、西武線を使うと逆に遠回りとなってしまうようです。おとなしく JR 線を使うのが良いでしょう。さてこの先の区間は利用者が多い2駅をご紹介します。ということで川越発車から7分、電車は間もなく的場に到着します。この駅は川越市内に位置しており、昔は貨物も取り扱っていたそうです。1日の乗客数は約2700人、川越駅を境に利用者は大きく減少していました。この駅は
駅近くに関越自動車道が通っており、的場の高速バスのバス停もあるそうです。そのバス停からは新潟、富山、金沢方面に抜けることができます。なおホームは1面2線の交換可能駅になっており、向かい側上り電車が待ってくれていたようでした。電車は武蔵田川駅を発車。この駅は日高市内の駅です。住所も実際に高萩となっており、常磐線の高萩駅と区別するために武蔵の冠がついたのでしょう。1日の乗客数は約2700人で、近年は増減を繰り返しています。なおこの駅は2005年に駅の改築が行われたそうで、出口は桜口、朝日口と愛称付きのものとなっています。また駅周辺には市の出張所、郵便局、銀行の支店、高校があるそうですが、少し駅を離れるとこのように真っ暗となっています。ただ川越線は高校生の利用が結構多いことが特徴で、朝夜は若い利用者も多く見られます。さて池袋発車から19分、電車は間もなく駒川に到着します。この駅は川越線の終点で、八高線との合流駅となっています。1日の乗客数は約3400人で、2路線が集まると多少利用者は増えるようです。また川越線は八高線と一体となって運転されています。しかし一部の電車は駒川止まりとして運転されています。これは川越線の方が利用者が多いために運転されており、駒川まで来ても乗り換えがない場合もあるようです。こうなると東安納までの所要時間はさらに長くなってしまいます。ただこの電車は直通なので乗り換えは不要です。駒川駅ホームは2面3線の構想で、この電車は3番線に到着します。駒川駅は配線的にはどのホームからもどの方向に出発することが可能です。たまに逆走することもあるようでした。またこの駅は最近駅のリニューアルが決定しており、今後駅舎は壊されていくそうです。なおこの電車は駒川駅で3分ほど止まります。あるイベントが起きますので見ていきます。さてこの駒川駅は高崎方面からの八高線は当駅止まりとなっています。この高崎方面からの八高線は本数は少ないですが、可能な限り接続するようにダイヤが組まれているようです。ということで奥からゆっくりと電車が入ってきています。こちらは高崎駅は18時57分に発車した八高線の駒川駅です。だいたい埼京線の池袋駅の出発と同じくらいに高崎駅を出発しています。車両はキハ110系の3両での運転でした。八高線は3両以上なら通魔運転となっており、連絡間ではなくなった車掌さんが乗務されていました。なお折り返しは普通列車小川町行きとなります。また八王子行きとの乗り換え時間は1分程度しかありません。車内に戻りましょう。電車は駒川を発車。ここからは3路線目八高線に入ります。八高線は八王子から高崎までの路線です。頭文字を組み合わせて作られた路線ですが、この八というのは八王子ですぐお分かりになると思います。高いの字は駒川にも見えてしまいますが、実際は群馬県の高崎となるようです。なお正式には八高線は浦賀野までの路線となりますが、実際は高崎線に直通して全電車が高崎まで走っています。なお今発車した駒川駅で系統分離がされており、駒川より南の区間は電化されており、毎時2本程度が走っています。また多くの電車は川越線と一体となって走っていることも特徴です。一方の駒川より北の区間は本数が少なく非電化区間となっています。大宮駅を出たあたりでは川越線の本数の少なさで田舎に入ってきたことを感じます。ただ駒川まで来ますとさらに本数の少ない路線があるため、この区間の本数が多く感じる、いわゆる錯覚のようなことが起きています。なお八高線は駅間は長めですが、あとどれくらいで目的地の東飯能に到着するのでしょうかとちょっと心配になりますが、今回は八高線は一駅しか乗りません。ということで川越発車から28分、電車は間もなく今日の目的地東飯能に到着します。そう、今回の目的地東飯能駅は八高線の電化区間のかなり端の方に位置しているようです。
この駅は西武池袋線との接続駅、飯能市内に位置しており、飯能市役所の最寄り駅にもなっています。1日の乗客数は約4600人ですが、西武線の乗客数は約2000人しかいません。実は西武線の方が利用が少ないようです。そして今回の池袋から東飯能までを JR 線で移動するおバカ乗車の旅、池袋から川越までを埼京川越線で、川越から東飯能までを川越八高線で移動してきました。この区間、西武線なら45分ぐらいで着いてしまう区間を JR 線ですと1時間30分、約2倍の時間がかかりました。ただ途中駅で乗り換えが必須なことは同じのようです。ただ西武線は電車の本数が少なければ飯能駅から東飯能駅を歩くことでアクセスすることができます。しかし JR 線ですとそういうわけにはいきません。乗り換え先の電車が来るまで待ち続ける必要があります。このような接続の悪さもおバカポイントでしょう。また運賃は西武線ですと530円ですが、 JR 線ですと990円、約2倍かかっています。ただ西武線は特急に乗った場合料金が500円かかりますので、それを考えるとそんなに大きな差はないようです。さあでは乗ってきた電車を見送っていきましょう。この電車はこの先も各駅に停まりながら終点の八王子に向かいます。終点の八王子までの所要時間は35分です。なお今回は埼京線と川越線のルートを利用してきましたが、この区間は中央線と青梅線、また八高線を乗り継ぐルートも使います。そのルートを使っても所要時間は同じ1時間半くらいです。しかし新宿、立川、拝島と3回も階段を渡る乗り換えとなってしまいます。また接続は噛み合わないことがあるのは同じです。どうしても JR で行きたい場合、どのルートを使うかはぜひ乗り換え内で検索してから向かうのが良いでしょう。そして八高線のホームの隣に西武線のホームもあります。西武線は飯能から西武秩父の区間は利用者が減少し減便が続いています。この時間帯は残念ながら下り電車が40分くらい来ない時間帯にはまってしまっています。ホームにはほとんど人もいません。もし西武線で東飯能まで来るなら本当に歩いてしまった方が早いでしょう。また八高線と西武線は接続は取っていません。目の前で行ってしまうこともあります。所要時間はかかりますが、東飯能だけで見ると JR の方が本数が多くなるようです。ゴールデンおバカ乗車ウィーク、最後は新宿から町田までを JR 線で移動するおバカ乗車をやっていきます。この区間は小田急線で移動するのが一般的です。しかしそれを JR 線経由で向かうと所要時間はどれくらいかかり、運賃はいくらとなるのでしょうか、注目です。気になる方はぜひチャンネル登録をして配信をお待ちください。最後までのご視聴ありがとうございました。